どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった、この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。さて、もう4月ですけど、はい、頑張ってますね、楽天イーグルス。頑張ってますか？ちょっと収録してるのはまだ開幕前なんですけど。でも、オープン戦、うん、めちゃくちゃ強いですね。オープン戦は1位ですね。ちょっとね、オープン戦1位すごいよ。巨人にも連勝したりして、そうそうそう、ちょっとありますね。ちょっと幸先はいいよね、うんうん、まあなんかね、途中で怪我人とか、そこだよね、そこが毎年ね、あ、あのブレーキがかかっちゃったりするとこなので。そうでもまあ相馬暑いですし、うん、うん、まあ今年こそはっていう、ちょっとあるね。僕あの東京ドームのオープン戦ね、うん、あのジャイアンツ戦ちょっと行ってきたんですけど、うん、動きますね。動く、この中行ける時に行くっていうね、まあ、勝ちましたし、ちゃんと、うん、僕が行って負けるみたいな、あ、そこ大事ですね、こともなかったから、勝ったんです、2対1でね、はいはい、でまあかみさんと娘と3人でバックネット裏で見てたんですけど、うん、試合開始前から行くぞと、俺はバッティング練習が見たいからアウェーだとイーグルスとして見ればアウェーなわけ、東京ドームはね、はいはい、でアウェーだとアウェーチームのバッティング練習見れるのよ。あ、そういうもんなんだ。うん、会場してから、もうジャイアンツがバッティング練習してから会場するから。ああ、なるほどね。相手チームのバッティングは見れるわけ。あ、でそれを見るっつって、うん、でそれ見てて、まあ飽きるわけですね、娘と神さんはね。まあね、うん、特に娘なんか、うん、もうこれやってんの試合みたいななりますよね。で東京ドームなんか天井が白いじゃない、はい、ボールが見えないと、はい、どこに行ってるかわからな い, いな、はい、でずっととんがりコーン食ってましたけどねでジャイアンツの新外国人選手かな、ポランコっていうんですよ、うん、ポランコ、ポランコ、うん、でもうポコチン見てたなちょっとそれ家族と喋ってるんだ家族したら、かみさんに、ポコチンみたいだね。ポコチンみたいだねって言って、あの、ポと、んとコが入ってるから、もうポコチンだろ、みたいな、ことを言ったら、うん、はって言われて。マジな顔で。なんないから、全然。娘もいるわけだよ。娘もいるんだよ。ポランコってもう、ヒポコみたいだね。うん、は？は？なんないから。全然なんないから。あ、奥さんはじゃあ、あの、ポランコ側の人間なの？ポランコ側の人間ではないけど。なんないだって、ポとんとコが入ったらもう、ね、血がないだけ。うん、そうそう。だポコニャンとかちょっとね。そうそうそう、もう、あれですよね。チンポコみたいなもの。ポコチンみたいな、ね。ポコチンみたいなね。うん。なのにさ、うん。それすげえ怒られて。やめてそういうこと言う。周りもみんな聞いてるし。お前としてはむしろ周りに聞かせたい。俺は聞かせたいし、うん、面白いと思って。うん。やめてそういうの、うん、全然なんないからなんないかな、なんないかなっつってその後俺はもう面白くて一人笑ったんだけど本当に笑わねえんだよ神さん嫌いなんだろうね、下ネタとかポコチンとか、うん、全然なんないからバカみたいそのさ、嫌いなんだろうな嫁さんってなんか付き合ってるぐらいで分かんないもんだいぶ経ってますね、結婚だいぶ経ってますけど10年以上経ってるけど、うん、まだ分かんない、嫌いなんだ下ネタが改めてね、発見が、そうそうそう、よかったですね、じゃあ行ってそっからもうポランコ出るため俺は一人で笑ってるんだけどもう娘も全然笑わないわけ、うん、悲しかったよ。ポランコが出てくるたんびに、うん、あの奥さんと子供ちょっと不機嫌、そうそうそう、また言ってくんじゃないかでもその試合あれじゃないですか、楽天の外国人ホームラン打ってるじゃん。その試合は打ってないね。それじゃないんだ。それは2戦目だね。あ、一戦目の、なんだっけ、なんだっけ、ポランコ。ポランコじゃない、ポランコジャイアンツだから。新外国人の名前。マルホレモス。覚えらんないんだけど。マルホレモスとギッテンですね。
ああ、よく覚えたな。覚えてる。ポカホンタスで覚えてる。ポカホンタスじゃないよ。マルホレモス。マルホレモス。うん。マルホレモス。は2戦目でホームランってね。そうそうそう。しかも、ちょっと当たっ、ちょっとマシンに軽く当たったぐらいであんなに飛んでるから。パワー。これパワーありますね。でも、なんか、あんまり打ってないよね。まだね、今、ギッテンスなんかは日本の球界の日本人の球どんなもんなのかっていう、ほぼ振らずに球筋を見てるっていう。それ、なんだ振らないの振らないんだね。まあ、なんかメジャー理由なのか知んないけど。へぇー。ただその代わりあんま使われてないけど。それ、売れよ、じゃあ。あいつ何見てんだろう。そうそう。お前、高い金払ったよ。海外から来てよ。何見てんだよって話。いつまで球筋見てんの一球目から振れよ、そんなもん。玉筋もちょっと下ネタみたいな感じ。ポランコが玉筋見てるみたいな。ちょっとね、カミさんには話できないですけど。そうそうそう。いや、でもね、いいですね。まあ、いいでしょう。本当に。で、和田蓮ですね。もう、あの、もうキーパー層和田蓮だね。和田蓮がいい。本当に。うん。あとね、ちょっとジャイアンツ側だけど、すごいなと思ったのは、うん、やっぱりあの、岡本。あ岡本和真、はい、まあジャイアンツの4番ね、名前聞きますね。あの人はすごいね。どうすごい、なんだろう、やっぱホームランバッターだね。4番ですからね。うん、結構難しい球をあのホームラン打つみたいな。うーん、ちょっと泳ぎながらもホームランみたいなね。あ、持っていく技術、技術すごいな。さすがホームラン王だね。ホームラン王すごい。俺もう他の選手は全然分かんないんだけど、チーム。ああ、そう。今4番、ジャイアンツ4番岡本、もう随分なってるよ。智弁とかだったっけね、岡本、はい、和真。まだ僕若くして4番張ってるから。僕の中で巨人の4番ってまだ原なんです。古っ、監督だぜ今。まだ原なの。まだ原なんですよ、4番サード原、はい、古っ。古っ。あと落合。落合。落合。いや、落合もね、4番張ってました。安倍晋之助。安倍晋之助とか。その辺ぐらいちょっと待っちゃった。いやいや、ほんと。で、最近俺は、上原さんと仲良くなったから、帰れマンデー来てくれて、そこから連絡先交換して、んで、ほら、お前がドラマでね、結構スケジュールガーッと取られるから、テレ朝の番組も、いつも一緒にやってたやつ、サンドイッチマンとしてやってたやつが、もう一人でやってくださいみたいになって、あれは、あれで俺もショックなんだよ。あれ、これ一人でやる。おい、んで、なんかね、誰か、パートナー。パートナー、誰かいませんかみたいな、林さんから言われて、うん、で、まあまあ、あ、この間上原さんと一緒になったし、今連絡、メールやり取り結構してるから、うん、上原さんとかどうなんですかね、うん、あと山ちゃんとかいろいろね、うん、その、相方を提出したらすぐ上原さんが決まって。うん、相方上原さんっておかしくない。ゲスト側。いや、まあもう、ゲスト側。ゲスト側って言っても、あんまりそういう関係ではなくて、みんな、全員。あと、こじるりちゃんと、モーリー・ロバートソンとね。ちょっと、今までと感じが違う。うん、感じが違ったんだけど。うん、で、上原さんがそんなに出ないじゃん、バラエティーとか。まあね。来てくれた。うん。いや、ダスさんがっていうことなんで来ましたよ、とか言って。で、上原さんの、今シーズンパ・リーグ1位予想は、楽天イーグルスですよ。だって上原さんはお前から情報もらってる。俺がちゃんと楽天の情報ください。楽天の情報しか入れないんだから、これ。そうそう。取材 NG だから、今、イーグルス、ほら。他の人と会えない。本当に12球団で一番厳しいから、コロナでね。うん。で、1位予想してて。そしたら、古田さんも1位予想、イーグルスなんだね。まあ、でも、今シーズンはそうなんじゃないですか。うん。ちょっと、オープン戦も1位ですね。感じ。そう。すごいですね、ちょっと楽しい。まあまあ4月なんでもう始まってますけど、うん、今の開幕ダッシュできてるかどうかですよね。うん、気になりますけどね。うん、さて、はい、今日はね、うん、なんかゲストみたいな人がいるんですよ。ゲストみたいな上原さん。上原さん。上原さんじゃないです。ゲストっぽい人が。いるんですよ。ポコチンじゃなくなって。ポランコね。ポランコ。ポランコじゃない。ポランコ呼ぶ。わらふじなるおです。どうも、わらふじなるおです。お願いしまーす。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあまた。いや、またでですね。さて、伊達さんの下ネタ聞きに来てるんですよ。ポコチンなの。わかったでしょ。玉筋なの。ポランコの玉筋がないんですよ。
ワンコだったらもう筋見るだろう、ね、よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。わらふじなるおが、はい、なんか告知に来てるんですよね。告知。そうなんですよ。はい、4月16日にですね、うん、渋谷のユーロライブという会場で、はい、グレープカンパニーが総出でですね、うん、1日3公演のライブを打ちまして、うん、渋谷をジャックするわけです。渋谷をジャック。ジャックするわけです。はい。グレープネクストっていう若手が出るライブと、はい、僕らわらふじなろうと TC クラクションのツーマンライブ。うん、で、あとザ・ブドウっていう。ブドウ？もうグレープカンパニーがもう総出で、はい、ナンバーワンをネタを決めるという、サンドさんと雷以外も、ほぼ、あと中野さん以外も全員出るぐらいの。そうですね。特に我々はもうこの真ん中、2公演目にやります、はいはい、わらふじなど TC クラクションのツーマンライブです ね、 そうね。これも力入れてますんで。要するに2組でライブをやるってことですか、はい、そうなんですよ、はい。なんか珍しい2組じゃないですか。そうですね。まあまあ、よくライブとかで会ったりはしてるんですけど、うんはい、結構 TC クラクションがもう、うん、最近コントがめちゃくちゃ強いって言われてまして、キングオブコントも決勝行くんじゃないかみたいな。もうライバルだ。ライバル。もうライバル、全然ライバルです、本当に。はい。実は僕は、ドンちゃん、ドンテンさんと同期なんですよ。俺ね、TC クラクション名前知らないんだよな。あ、どっちがドンちゃん？今、ドンちゃんじゃないの？古谷ドンテンス、ゲーム。古谷ドンテンス、どっちが、どっちがやった？左がメガネ。どっちがドンテンメガネの方。メガネの方です。メガネの方が古谷。晴天でいいの？違います。メガネが古谷。相方は坂本ナンバーワンです。はい。相方、ラガンの方？ラガンの方が。ラガンの方が坂本ナンバーワン。坂本ナンバーワン。メガネの方とはよく言うけど、ラガンの方。コンタクトの可能性もありますか？古谷何？ 1 個？古谷1個。まんま作る。古谷ドンテンです。古谷ドンテン。と、坂本？坂本ナンバーワン。坂本ナンバーワン。で、TC クラクション。はい。TC クラクションってなんで TC クラクション？なんだっけな、なんかありましたっけ、なんか。いや、多分意味はないんだよ。いや、何かしらあるでしょうけど。ないの？それ言ったら、わらふじなるもなんでわらふじなるの。いや、俺はもう名前じゃない。俺はもうあれじゃん。藤原と口笛なるお。そうですよ。だって藤原なるおじゃんじゃん。わらふじって。それでと、お茶目に反対にさせていただいたんですよ。なんだそれ。この反対したことによって誰も覚えてくれなかった。わけわかんない。わけわかんない。笑うじだろって一人みたいだもんね。そうですね。ああ、それそうっすね。人間人みたいな。よくだから呼ばれるのが、わらふじさん、こちらお願いしますとか言われるんで、基本僕しか呼ばれてない。あ、そうか。ほぼ俺がいないんですよ。名前が呼ばれてないんだよね。名前だからなぁ。ちょっとそうだなぁ。芸名変えるか、コンビ名な。いやでもまあ本当に考えてはいるというか、ずーっと考えて、うん、前もなんか言ってたよね、考えてチャーハンとかなんとか、あーなんかそうはい、チャーハンってありましたね、カニチャーハンみたいな人、カニチャーハン、カニチャーハン、うん、はい、変える？そうですね、特にまあ未練もない、特に今のところ、はい、いやちょっとやめてくださいよとはならないですあ、そうだ、はい。いや、わらふじはまた今年もね、キングオブコントも決勝行ってほしいですし、行きたいですね。一番応援してますからね、僕らはね。ありがとうございます。新一にね、抜かされてしまいましたから、うん、まあまあちょっとね、ピンですから違うけど、まあ、どういう感情なんですか、新一がチャンピオンになった時、うん、嬉しかったですね。そうです、悔しいですよ、はい、もう誰も喜んでないからね。グループがですか？悔しい。そんなことない。あ、マジですか？芸人として見ればやっぱ悔しいじゃん。まあ、そう、悔しいですよ、やっぱりね、はい、うん。みんなザジーを応援してますから。ひどい話もグループも。ひどい話も。俺はもう薩摩川 RPG。ああ、思ったですね。薩摩川。新一がなんかちょっと、あいつ、うん、ナルシストなとこあるじゃないですか。うん、あるね。で、それが優勝してからさらにひどくなってる気がして。あ、そう。ツイッターとかで、もう自撮りばっかりアップしてるし。すごいですよ。で、その後、ギターのストラップあるじゃないですか。うん、あれをプレゼントします、みたいな。自分でやってるんですよ。DM くれた人に、ストラッププレゼントしますって。ちょっとその感覚って僕らにはないじゃないですか。まあ確かに。自分のものを、平気でプレゼントできるっていう感覚が優勝した途端どう欲しいでしょうの感じで、うん、ああちょっと天狗
いやもうそうですね。ちょっとかっこいいみたいな声が来てんじゃないの？来てんの？多分来たりもしてるんだ。かっこいいってなってんの？わかんない。だからそういう風なことしてんじゃないの？なるほど。あれはちょっともう次会った時に。これは鼻をへし折らないといけない。そうですね。ポキッとね、根元から。なんか結構自信満々らしいですよ、やっぱり。少し変わったらしいです、なんか。あ、そうなんだ。はい。だから、あれじゃない、気持ち悪いですねとか、そういうの送ったらいいんだよ。はい、僕がですか、ね、うん。めちゃくちゃ怒るとまた。そうですね。口笛鳴る。誰がやって名前も名乗って。ハッとするじゃん、やっぱり。ハッとしますかね。俺がうざがられません、ただ。ハッとしてくれますか、ね、やば、天狗になってたってなるじゃん。なりますかね。うん、それ多分まあ、サンドさんに言ってほしいですけどね。先輩として。うん、おいっつって。いやいや、それ目立つようなことしたら、それはおいってなりますけど。あ、なるほど。うん、そこはやっぱり。まあまあ、今はほらね、優勝してちょっと。まだ余韻が、余韻が、ね。まあまあまあ、そうですね。そうですね。そうそうそう。うん、まあ一周してね、どうなるか。まあまあ応援してますけど、もちろんね。うん、はいはいはい、うん。メールも来てますよ。お来てた。名古屋の整体師、ポンタさん。どうも。遅くなりましたが、グレープカンパニーの後輩、お見送り芸人しんいちさんの R1 グランプリ優勝おめでとうございます。これで、はい、サンドさんの M1 についてグレープカンパニー2冠となりましたね。うん、これにとどまることなく、わらふじなるおさんによるキングオブコント優勝、さらには、ああ、白木さんによりザ・ダブル優勝で、それはないだろう、ぜひとも4冠を目指していただきたいと思います。うん、ただし、ああ、白木さんは、ラゲーのふんどしに、裸芸のふんどしに、男と書かれているので、うん、ザ・ダブルの審査では揉めるかもしれません。そうだね。ついでに言うと、万美清氏のレコード大賞も合わせれば、五冠も夢ではありません。ネット情報によれば今グレープカンパニーに入りたいという芸人さんが殺到しているそうですね。うん、これで今後グレープカンパニーの将来は安泰、ますますウハウハな状態が続くことでしょう。うん、ところでサンドさんが中川家さんとナイスさんと共に、漫才サミットの名古屋へ来るという情報を入手。名古屋。うん。早速チケット購入サイトで販売日当日10時前からスタンバっていました。はい。しかし10時ちょうどにアクセスしましたが、アクセス集中で決済ページまでたどり着けず、ああ、結局10時5分に予定枚数完売のメッセージ。ああ、いつものことといえばいつものことですが、それでも毎回へこみます。うん、いつも思うんですが、サンドさん関連のライブは販売チケット数が少ないのです。つまり箱が小さいということです。そこでサンドさんクラスにうってつけの名古屋の箱をご紹介しましょう。ご存知ないかもしれませんが、名古屋バンテリンドームという箱はあります。いやもう名古屋ドームじゃない。ここなら3万8000人は入ります。ちょっと詰めれば5万人前後いけると思います。ぜひ次回ご検討ください。いや、コンプレックスじゃないんだからさ。え、バンテリンドームっていう名前なの？今、名古屋ドームの、はい、あの、ネーミングライツでね。そうそうそう。話は変わりますが、最近ウクライナの話題でとても辛くなる時があります。うん、天災は避けるのが難しいかもしれませんが、うん、戦争は人災で避ける方法は必ずあったはずです、はい。小さい子供をミサイル攻撃で失った母親の映像など見ていると、本当に胸が張り裂けそうになります。うん、そうね。私自身、少額の募金程度ぐらいしかなすすべもなく、本当に気分が沈む時が多いです。うん、でも、そんな時、サンドさんをはじめとするお笑い芸人さんたちが届けてくれる笑顔が心を和ませてくれます。こんな時代だからこそお笑いが必要な気がしてなりません。どうか伊達さんも富澤さんも健康で変わらない笑いを全国に届けてください。うん、サンドさんのサミットには行けませんが、代わりに早坂営業の爆笑お笑いライブ in 豊橋に行ってきます。あら。サンドさんの次に大好きなタイムマシーン3号さんも出演されて、いや太ってるやつ好きだな。ちなみにこちらのチケットはまだ余裕があるそうです。これからサンドさんのゴールデンタイムジャックが始まるとのことですが、くれぐれも体調崩されませんようご自愛ください。これからも応援しております。なるほどね。そうなんだ。そうかそうか。漫才サミット。そうだね。これメール一人の方がこんなに長文なんですか？そう、うちね、結構長文。うん、そうなんですね。作文みたいなメール。話題が4つぐらい、ね。そうなんですよ。そうそう。ラジオとは思えない。読むときって短くしたりするんだけど、はいはい、しないんだよ。しないですね。じゃあ読み続ける。読み続ける。あまり2枚になってるとか。今2枚目言ってましたね。そうそう。いいですね。すごいね、これは珍しい。ああ、そうなんだ。うん、右肩メロと。はい、どうも。お見送り芸人しんいちさん、あるは優勝おめでとう。はい。賞レース3冠まであと一歩ですね、うん。キングオブコントは芸歴制限ないので、再びお二人が出るのも問題ないんですよね。ここは大将が一応決めてください。頼みますよ。冗談はさておき、冗談だと思います。グレープカンパニーのより一層の進化、楽しみにしてます。というね。はぁ。さっきのだいぶね、
事務所として応援してくれる方がありがたい、ね、そうだね、やっぱ嬉しいですけどね。二冠とかそういうの気にされてるんですね。気にされてるというか注目してくれてるんですね。いやだからさ、ずっと事務所で誰も優勝した人がいないみたいなので、ナベプロがそうだったんだよね。あ、そうですね。で花子が優勝して、あ、そうか、初めてだったんじゃないっけ。はい、確か賞レースで、うん、そう考えても人力車すごいよね。すごいですよね。ね、はい、M1 もいるし、R1 もいるし、あ、ソニーも、ソニーが参加するんですね。あ、そっか、はい、西郷が M1 優勝したことにより、あー、ザコッショー、ザコッショーさん、アキラ、アキラさん、バイキングさん、そっかそっか、はい、あ、すごいね、すごいな、すごいんですよ。だからかつてソニーとかうちなんかもう吐きだめみたいな、うん、いや本当そうよ、どこもダメだった芸人が来るみたいなね、うん、イメージだったけどここに来て、それすごいね。うん、太田プロは、太田プロは漫才はいないでしょ、ない、 M1 は、そう、いやどうですかね、太田プロ、太田プロ、あ、ひとりさんとかで、あ、ストレッチーズっていう若手の漫才師がいて、うん、面白いですね。面白いですね。去年、準々まで行ったんですけど、うん、その、何で落ちたか分かんない。優勝者いるかっていう話よ。ああ、すみません。はい。チャンピオンさん。チャンピオン。ファイナリストはいますけど、優勝者はいないですね。何も ?R1、キングオブコント取ってないっけ、取ってないですね。太田プロ、はい。全部ファイナリストはいるんですけどね。ちょっとだから上なのか、ひとりさんとか、有吉さんとか、ああ、そう、ね、出てない人たちがすごい人たちいっぱいいるけどっていうことか。アルピー、アルピーさんはファイナリスト、そのまあ優勝はしてない、優勝はしてない、面白いね、ね、はい、なるほどね。まあでもすごいね、そういう事務所ね、ちゃんとこうバランス取れてるっていうか、うん、ね、マセキもいるでしょ、チャンピオン、山本まさみさん、そうでしょ、 あ、そうですね、はい、そうだ、 R1、 はい、 R1 か、うん、 M1 いるよね、うん、M1 はまあいないけど、まあナイツがいればね、まあまあまあそうですね、優勝してるようなもんだからね、はいはい、うん、ほぼチャンピオンみたいなもんです、なんかね、チャンピオンクラスですから、うん、面白いね、これからだからそうね、決勝争うようなメンバー、うん、もしかしたらこのライブを見に来たら、なるほど、いるかもしれない、この4月16日ですね、いないかもしれない4月16日、うん、はい、渋谷のユーロライブというところで、はい、グレープカンパニーがライブを3つ打つと、はい、そうです、はい、そうです、笑い声の聞こえる方に歩いていけば、はい、今ライブやってますから、なるほど、はい、そんなに壁薄い、無限大の方に行ってしまう無限大の方に行ってしまう、そっちゃ可能性もある、渋谷無限大の方にね、そうなっちゃう、吉本の、うん、すごいね、午前中すごいですね、から11時半オープンからずっとグレープネクストがあって、うん、その後3時過ぎからわらふじなるおと TC クラクションツーマンライブがあって、そして夜、はい、ザ・ブドウ、はい、笑いを収穫せよって書いてあるブドウの時期じゃないんですけど、うん、いろいろあるやるんだね、こういうのね、やってます、これは、うん、ぜひぜひ皆さん、これぜひちょっと来てください、まだ発売中ですんで、うん、チケット、はい、投資券とかはないの、投資券はない、ないないんだ、発想がなかったですね、その発想が、ずっとその客席に座ってるっていう人はいないんだ、じゃあ一番にその発想出てくるんですね投資券でやればいいのな、ちょっとやけどしてな、確かにそうですね、それは誰も気づかなかったな、バカばっかり集まってるみんな一回一回変えない。だから一部と三部しか見れない人もいたりするわけだね。ああ、まあそうですね。はい。もしくは二部だけ見るとか。二部はもうね、わらふじと TC クラクションですから、はい、うん。いや、いいですよ。こんなのにいろいろ頑張ってほしいね。頑張ってますんで、若手が。調子いい事務所と言われてますからね。はい。なんで人気出ないんですかね、わらふじなのね。いやー、もう、人気出ない。出ないんだろうなって思ってます。でも別にさ、それ別に今人気あるわけじゃないけど、俺らもずっと人気ないよ。ん？人気なかったよね。ああ、その、まあ、売れる前ってことですか？うん。はい、まあまあまあ。そうですね、他のみんなの方人気あったよね、ライブレベルで、うん。テレビ出てからはちょこちょこ人気出てきたけど。そうですね。
ですよね。まだテレビ出ても人気ないじゃん。まあ、そもそもそんな出てないですからね。そうなんですよ、ね、エンター出られてたじゃないですか、M1 の前、うん、そこら辺から人気ありました、やっぱり。エンターは人気なかった。あ、なかったですか、うん、男受けっていうか、うん、女の子はわけはないよね、はい、だってM1 優勝する前にサンドさんがエンター出だして、うん、で、なんかエンターのなんか生放送の特番あったじゃないですか、うん、でっかい会場で、うん、ああ、お前その話すんのか、お前いや、それ僕まだ事務所入ったばっかりだった2005年の年末ね。そうです、そうです、大晦日でしょ、はい、覚えてます。蕎麦屋のネタをサンドさんがやったんですけど。そうか、お前見てた。僕はまあ見てましたよ、俺らのあれを見てるの、はい、で、こう、サンドさんがこうサンドイッチマンって出てくるじゃないですか、せり上がりみたいな、はいはい、で、その時ちょうどだからもうエンタで行ったら、うん、もう桜塚やっくんとか、やっくんとか陣内さんとか、陣内さんとか、もう持ち物がすごかったよね。で、うわーってなってて、うん、サンドさん出てきた時がめちゃくちゃ反応遅かったです、ね、俺らと磁石だけど、ね、登場から滑るっていうね。そこを僕はまあ知ってるわけですよ。だからでもあれ大抜擢だったからね。まあまあそうですね。なんだって、いやいや、我々早いですよ、はい、うん、はい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 、まだこんなメンツのとこ出るの、いや大丈夫だみたいな、ゴミさん言われて、うん、出たら、うん、ああなっただから言ったじゃないか。エンタも4回あんま5回ぐらいしか出てない時だからね。ああそうですね、はい、3ヶ月に1回ぐらいしか出てない時だから、うん、はい、そう、それが今や滑り倒して、あの結果を受けて半年出れなかったそうだよ。あ、そうでしたっけ、うん、あんなに悲しい年越しはなかったよね、うん、ゴミさんがね、大抜擢して、はい、はいはいはい、うん、お前が言ったんじゃないかって思ってなんで、なんで謹慎呼ばれなくなるだから言ったじゃねえか。だからそのまま一緒に呼ばれた磁石はそのまま呼ばれなくなった。ああ、もうその流れ今も呼ばれてない。俺たちは半年後ぐらいにまた、はいはい、なるほど、そうそうそう、復活したんだよね、うん、その頃をまあ僕は知ってて、うん、もうちょっと今じゃ考えられないじゃないですか。まあね。はい。ちょ、まあね。まあまあ、だから、しかし。まあ、まあ、でもそうじゃないですか、本当に。そうね。まあ、望みを捨てたわけじゃないんですけど、人気者の。なるほどね。はい。うん、いや、そうよ。何かしらなんかあるのかもな、っていう。あるある。はい。全然大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫。本当ですか？だから実力派って言われるんだから。それでいいじゃん。なんかそっちの方がいいじゃん。そうですよね。わけはないけど、めっちゃ受けるみたいな。はい。なんかそこだよね。そうっすね、それは確かに、うん、で男のお客さんを掴まないといけない。まあもうそうっすね、うん、そこ大事ですよ。それはね、まあもちろん そうですね、それはまあそうなんですけど、うん、だそれでいてそのキングオブコントとか優勝するならいいんですけど、はい、優勝もしてないんだよね。いやでも近いところにはいると思うよ。そうですよ、それは2位だからね。準優勝してますから、俺らと一緒だからね。準優勝、はい、準優勝はしましたからね、はい。ただ3位のチョコプラの方が売れるっていう。そうですね。ちょっとポップだからな、チョコプラはな。ポップじゃないじゃん。はい。ああ。技巧派っていうかさ。うん。で、いいんだよ。なんか、めちゃくちゃ好きなファンはいると思うよ。それは。笑うし。あ、僕らは。ネタを。ただ、なんか、言うの恥ずかしいっていうか。うん、誰が恥ずかしい。恥ずかしくねえわ。ちょっとね。誰々好きみたいな話の時に、うん、あ、俺わらふじ好きなんですよね、うん、ちょっと言うの恥ずかしい。恥ずかしくないですよ。ちょっとためらう。それはいや、まあ知名度的にね、知られてない可能性はありますけど、ね、迫害されかねないですもんね。あいつわらふじ、わらふじなんであいつと。いやいや、いいんですよ、本当に。頑張りますもん、本当に。頑張ろう。チャンピオンになれば知名度も上がりますし、もちろん好きな人も増えると思うんで、そうそうそう、チャンピオンになるためのライブですんで、はい、そうです、4月16日見に来てください。はい、だってさ、そう、さっき言った漫才サミット、はい、俺らとナイツと中明さんでやってるけど、はい、全国ツアーやってるけど、はい、まあチケットは速完するよ。そうですね、出ないところでやってる。そりゃそうですよね。はい、ただ、はい、あの出待ちゼロですからね。おー、かっこいい。それ面白くない？いいですね。誰もいないのよ。誰もいないよ。さっきまであんなに笑ってた人が、はいはい、すぐ誰もいないの。ただ暗いの。それ、そのクラスでそれあるんですね。手持ちゼロ。でもそれが中明さんは、もうそれがええやん。あー。でもチケット売れんねんで、みたいな。はい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 、はい。
それいいよね。いいことです、全然。僕らもそれありましたもん、単独の時。単独出待ちゼロでしたけど、チケットもそんなに売れてないそこが違うの、何をやっているんだ。そこはちょっと違うんですさあ、ということで、改めて告知、じゃあ、藤原してください。はい。4月16日土曜日、渋谷のユーロライブにて、わらふじなろうと TC クラクションのツーマンライブを行います。はい、うん、こちらが15時15分からオープンでございますので、はい、ぜひ来てください、はい。スタートが15時45分ですね。そうですね、はい。30分ちょっとお待ちいただく形になるんですけど、その間は会場開演ですからね。いろいろ、はい。会場と開演。YouTube などを見ていただいて。もともと仲いいの ?TC クラクション。そうでもないですね。まあ、あんたら話せるぐらいの。ああ、はい、だって最近でしょ、入ってきたの。そうですね。1年、まあ2年ぐらい。2年ぐらい。はい。なんか、まあ、別のライブとかで一緒になったりはしてましたけど、ね、坂本ナンバーワンとかはまあ、よく同世代ではあるんで。坂本ナンバーワンだけなんか見たことあるんだよな。元ドリーマーズ。そうですね。人力車で別のコンビで漫才やってました。腹立つ顔してるんだよな、坂本ナンバーワン。なんか間抜けな顔してるよね、ちょっとね。あ、そうですね。それがまたいいんだろうね。はい、うん、面白いよね、はい。印象に残る。印象残るよね、この顔はね。ということですね、うん、はい、ぜひお願いします。お願いします、はい、まあぜひぜひ、うん、ネタ職人のライブを見に行ってあげてくださいよ、うん、ありがとうございます。うん、あとは何かないの、告知は。告知、うん、僕らの告知ですか。うん、ちょっとそうですね、僕だけになっちゃうんですけど、うんうん、毎日一生懸命生きてるんでよろしくお願いします。お前だけだね。そうだな、本当にお前だけだよね、それは。俺もだよ。お前も生きてる、一生懸命。一生懸命生きてますよ、そら。本当？毎日辛いですよ。何が辛い？子供もできてな。子供もできたし。子供もいるもんな、二人ともな。お金もね、やっぱ大変ですし。そうだよ。そうですよ。奥さん一生懸命働いてんじゃん。はい。身を削り。身を削り。身を削り？奥さん身を削って働いてるわけでしょ？まあ、身を粉にして働いてますね。ね。はい。そりゃそうです。ちゃんと、頑張んないと。共働きにならないとね。共働きですから今、うんうん、お前ともね、結婚くれるなら、まあ、相当マニアックっていうか。いや、まあでもそれは本当にありがたい話です、本当に、ね、ありがとうと思ってます。異常者だもんな。異常者って言うんですよ。既得です、既得です。既得はまだいいですよ。異常者って言葉が重いんだよ。異常者だから人気出ねえんだよ。人の嫁を異常者と言われる。ひどい話ですよ、ね、ひどい話ですよ、本当に。いや、頑張って、はい、このライブもぜひパンパンでね、やりたいですね、うん、あ、そう、もちろんですね、はい、パンパンで、はい、これキャパどれぐらいなユーロライブって。まあ150ぐらいですけど、ちょっとコロナの関係でちょっとあの席数は減らしてはいるので。100ぐらい、まあ100いかないぐらい。100いかない状態で。あ、そんな狭いんだっけ、ここって。いや、もともと150くらいですけど。そう、劇場はもともとあの映画館なんで、すごいいい劇場ではあるんですよ。俺行ったことあるよな、ここ。そんな狭かったっけ。まあ、なんだか大きくは見えるんですけど。確かに実際席数的には、あ、意外とそんなもんない。150しか入んないんだ。でもそんなもんだと思いますね、はい。へぇー、映画館なんで、こうゆったりこうみんな座ってる感じなんで。ああ、そうなんだ、はいはい。あ、ぜひ4月16日、はい、行ってあげてください。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ以上かな、はい、今日は。そんなもんで、うん。うん。言い残したことは特にないですね、もうね。そうですね。やり残したこともないですね、この世界で。この世界ではありないです、まだ。この世界であります。あるよね。はい。なんか遊びに行こう、今度また。ね。はい。行きましょう。どっかに。うん、はい、どっかに。どっかに、わかりました。ラジオとかやってないの？ラジオやってないですね。なんで？なんでって。やれるもんなんですか、やりたいっつって。だって俺らたちやらせろって言って。まあ、そっか、やらせろって言ってますけど。なんか YouTube とかでもやったらいいのね、ラジオ。ラジオですか。うん、あ、まあ、あとトークライブを月1のやってる、ね、定期の感じちょっと。あ、まあ、まあ、ネタもあり、トークもありっていう。ああ、そういうのはやってます。バラフジで。はい、そうですね。で、まあ、ゲスト招いて喋ったり、自分たちでも喋ったりっていう。あ、やった方がいいよ。ロフトプラスワンとかでもいいし。はい、あ、なるほど、はい。俺らもやってたし、それ、昔。ユージコージさんとやってましたよね。ユージコージと R4 っていうのやってたし、やってました。自分らでちょっと仕掛けないとな、はい、ちょっと無理してでも、はい、うん、去年よりも活動を増やさないといけないよ。なるほど、はい、
あ、それはもう身を削り、それこそはい、うん、ちょっと一歩進まないという自分らの中で、はい、うん、頑張って頑張ります、ね、応援してます。わらふじなるゲストでした。はい、はい、ということで、うん、また来週でございます。さよなら。さよなら。サンドウィッチマンでした。さよなら。